ちょっとかけるくん、あんたゆかに何したの？何もしてないのに泣くわけないでしょ。ゆかは黙ってて、またゆかのこと邪険に扱ったんでしょ。どうしてわかんないかな。あんたさ、クールに決めてるのがそんなに大事なわけ？あんたが無気力なのは勝手だけどさ、それに付き合ってるゆかのこと考えたことある？おい、かおり。ただしは黙ってなさいよ。私ずっとゆかのことを応援してたつもりだけど、もう限界。女の子を泣かせる男なんて最低よ。ゆかがあんたのこと好きなの自分だって知ってるんでしょ。のことでしょう。私が知らないわけないでしょう。でもね、ゆかはかけるくんが元気になるようにってずっと頑張ってきてたのよ。それはかけるくん、あんたが一番わかってるはずじゃないの。それなのに何なの、傷ついているのは自分だけみたいな素振りでさ、ゆかのこと振り回してるだけじゃない。何か言ってみなさいよ。自分に正直なただしの方がよっぽどかっこいいわよ。私何言ってるんだろう。おかつく。なんで私がこんなこと言わなくちゃいけないのよ。誰から見たってゆかはあんたのこと好きだって言うのに。
まで泣いてるのよ。マジで最低。ゆか、行こう。このやつ、もう放っておけばいいのよ。待てって、香織。行くわよ。ならないもの。かおりちゃん。ありがとう。でもね、違うの。かけるくんがね、一緒に新あやめに行こうって言ってくれたの。でね、私、嬉しくて、だから泣いちゃったの。私、嬉しくて泣いてたんだよ。かけるくんは、私のことを一番わかってくれてるんだもん。
るぜ。その上、恥ずかしがって俺に八つ当たりするなんてよ。人としていかがなものかと思いますが、ね。走った割には反省の色が見えませんね、夏木香織くん。